まあ僕の結論としてはネットばかり見てると脳みそ筋肉が萎縮すると徐々に萎縮するとまあ言っちゃえば糖質型の食事みたいな問題ね俺も人のことはあんまり言えないんだけどでネット7に対して読書3ぐらいの割合っていうのが実は体にいいんじゃないのかと。本ばっかり読んでてネット見ないというのもまあバカみたいだと思うし。 だからといってじゃあネットで全て手に入るっていうのもなんかねおやつとかパンとかだけ食べたら大丈夫っていうのは無理な感じがするから今のところは栄養バランス的なって今コメントあったんでもうその通りだよね。 ということで,ですね、秋の読書特集であります。えー、本を読まなくなっているというふうに言いますけれど、皆さんどうでしょうか俺はもうそれをひしひしと感じておりまして、<laughs> えー、読者層のですね、減少、読者、読書をする人たち、読者層の減少というようなことを言われてましてですね、1999年には書店がですね、2万2000点あったんだ。それが2015年にはですね、1万3,500点ぐらいになった。 つまり三分の一ぐらい全本屋さんの3分の1ぐらいがこのまあ15年間ぐらいでなくなっちゃったわけだよね。まあ2万2,000件あったのがすごいんだけどね。えー、毎年です、ね、件件から500件の 書店店が閉店してるそうです。つまり平均したら1日あたり1点か2点日本から本屋さんがですねなくなってるというふうに言われています。でまあこれはまあネットのせいなのかそれともアマゾンとかの通販のせいなのかというふうにいろいろ言うんだけどもですね小さな町の書店がなくなり大都市の書店が増えるまあそうなんだよねあとね書店の数は減ってるんだけども書店の売り場面積だけで見たら逆に増えてるという統計データもあって大型書店が増えて小型書店が減ってる。つまり なんだろうな書店の集中化が進んでて街の中にあった小さい本屋とかがどん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 潰れているとも言えるんだよね。まあそこら辺はおもちゃ屋とかと同じかもわかんないね。商店街のちっちゃいおもちゃ屋ってさすごいどん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 なくなってきて、もう今トイザラスで買うかアマゾンで買うか、もしくはヨドバシとかさああいうところで買うかというふうになってるじゃん。だから多分小売業って全部そういうふうになっていくんだろうと思うんだけども、えー、今日のテーマはですね読書の秋で,ですね。まあ。 読書ってです、ね、なんかねこういう話をするとねそもそも読書って必要かっていうところから話さないと話が変になっちゃうんだよね。っていうのは本を読むって時間もかかるしお金の投資も必要だと。で実は効率的じゃないっていう考え方もあるよね。本を読まない人っていうこともないんだけども、まあ、全部ネットで十分でネットにあるものを読んでればいい本っていうのは基本的に言えば パッケージ産業であってさ、僕自身も経験あるんだけど自分がが書書いいいたものが最低3ヶ月しななと書店に並ばないわけだ。そうなると全ての情報というのは3ヶ月前の情報になっちゃうから古い情報しかないといえばないんだけどもでねまあ僕としてはですね自分が物書きで本を書く立場っていうのもあるんだけどさ 自分の中の物書き部分っていうのはさもう5%ぐらいで残り95%ぐらい本を読む側の人の立場なわけだよね。ここら辺がアニメと違うところアニメね作ってた時ってなんだろう自分がアニメを見る人が作る人かとい言ったら作る人8割で見る人2割ぐらいだったんだけどさ本はいくら書いてもなんか何冊著作を出しても自分はねもう読む方95%書く方5%ぐらいなんだからやっぱりね読み手としての話になっちゃう。 でまあ、一応ですね今日はですねつまり、まあ、こういう話をするといつも「いやネットあるからいいよ」とか「本はなあもう読まないよな」って話になっちゃうんでまああえて反論っていうこともないんだけどもさそうネットより本を読めよっていう人いるじゃんいっぱい。で僕もねなんかなんとなくそう思うんだけど自分自身でもなんでかよく分かんないから「いやネット ネットは本の代わりにならないようぜひとも本を読みたまえ仮説っていうのをさ考えてみましたので,で、ね、ちょっと聞いてみてくださいえー、なかなかねあのネットは読書の代わりになるっていうこれはねもう簡単なんだよみんな直感的にあそうだよねっていうふうに思うから簡単なんだけどならない仮説ってね考えたんだけどなかなか難しいんだよねで1よく言われるやつえー、出世するやつは本を読んでいる これはよく言うよね。本当に出世する人は本を読んでますよってやつで。まあね、これね、立証不可能なんだよね。で、えー、世の中に本を読まずに出世したやつも何ぼでもいるからさ。まあ、これは何だろうな、あの、決めつけみたいな問題で、芸としては言えるかもわかんないんだけども、俺としてはこんなの立証不可能だからあんまり頼んないと。2番目、えー、無料のデータでは差はつかない。ですね、えー。つまり、ネットに転がってるのは無料のデータではダメだ。 本当にに大事ななものは有料のもののののは、有料中にあるっていうようよ考え方もある。これはこれでさっきのなんか本を読むやつは出世するよりはほんのちょっとだけなんか説得力というのかな納得力があるんだけどこれもね無料のデータっていうけどさネットの検索っていうのはほとんどさ検索技術とか検索する側の元々の知識とか教養によってさ出てくる結果全然違うわけだよ。俺なんか多分 ウィキペデだから一回俺ねウィキペディアを語るだけのニコ生ってやってみたいんだけどもなのでですね無料のデータでは差はつかないっていうのはあの実はその検索技術に差があったりどういう言葉で検索してるとかどういうふうに連想を働かせて探すのかに、ね、すごい差があるからねセンスあるやつとないやつとの間に。 ああまりりに差がありすぎるんだよね。なのでこれもなんか、えー、読書の方がネットより本の方がいいぞというの,の証明にはならないと。で3番目これもねまああの電子辞書の時によく言われたんだけどもつまりネットで探したらピンポイントの情報は入るんだけどもその他の情報は入んないと。アマゾンで本を買ったらその本は探せるんだけどもその周りにある本がわからないと。ねあの例えば 怪しげなさ、なんか精神科学系の本とかあるじゃん。あの、最近もあんまりないとか UFO とかさ、そういうやつもそうなんだけども、例えば、あの、なんとか教宗教について書いた本とかって、あれって Amazon で見たらよくわかんないんだけど、本屋さんで見たら、そもそもその本が置いてある本棚の周りには何があるのかと。宇宙人から聞いたなんとかの予言とかそういうのがあると、あこれはもう怪しげジャンルなんだなっていうふうにわかるっていう考え方だね。 なので、電子辞書よりは辞書の方が成績が上がる。つまり、一つの単語を調べたときに。周りの単語にも目が入るから、自然と成績が上がりますよという考えた。 まあ、これはね、さっきのアマゾンで言うとレビューっていうのが存在するからさ俺とかさあの勝間さんみたいにアンチがいる人のレビューっていうのは参考にならないんだけども <laughs> アンチの人が積極的にレビュー書くから参考にならないんだけども大体の本でさまあ30や40ぐらいいいレビューついてる本は面白いんだよ。逆に言えば最悪の本ってレビューが全くつかない本なんだよね。 でそうじゃなくてレビューが40も50もあってそれがいいから悪いに極端に偏ってる本って絶対に面白いんだよ。でいいに極端に偏ってる本っていうのはもしそれがレビュー数が少なかったらまあなんか知り合いばっかりが書いてる可能性もあるしでもかなり数が多くていい悪いが極端に離れてるやつっていうのは 僕の経験上大体9割ぐらいが面白い本で僕もなんかその逆に言えばそれに星一つとかつけてるやつはなんかこうレビューなんかニコニコ笑って読んじゃうねこいつ <laughs> <laughs> バカなんだなとか理解できないなというふうに思って読んじゃうからなので今はねもうその電子辞書より辞書の方が成績上がるっていうのはねちょっと言いにくくなってきたなまあやや説得力はあるけどもっていうやつであと4番目ねあの本当にいい情報はネットにはない 言うう人いい。るよね。そそれはかかもわない本当にいい情報はネットにはないかもわかんないけどもそれ言い出したら本当にいい情報は本屋にも置いてねえよそんなの <laughs> スマップの解散の真相でもさ何でもいいんだけどさ本当にいい情報ネットにはないって言うんだったらそんなもん本屋のどこにあるんだよって思うんだけど <laughs> まあまあどっちにもないんだよねそういうふうなことを言い出したらなので、まあ、こういうのは検証不可能。で最後のですね5番目ですね。 これあの、俺は今回の仮説で採用しようとしてるんだけども、えー、読書というのはですね脳みそのジムであるとトレーニングであるとでネットというのは散歩みたいなもんだとだネットっていうのはやりたい分だけあって疲れるぐらい歩いちゃうことはあるんだけどもまあ大体眺めてるだけだとでそれに比べて読書っていうのはちょっと汗かいてで単調に見えるかもわかんないけど繰り返しすることによって自分に得るものが ある散歩でももちろん得るものはあるんだよ。でも散歩で得るものと筋肉トレーニングで得るものとはちょっと違うよね。って考え方で。でもう僕的にはこれなんだよ。で、あの散歩でも十分運動になるんだけども。でも筋肉つけたいとか体作りたいという人は大体ジム行ってるよね。で、それぐらいですね。そのジムってわざわざ金払って体動かしに行くっていう。バカバカしさもあるんだけども、そういうバカバカしさも含めて読書ってなんか？それと似たようなもんじゃないのかなっていうのが。 まあ、今のところのですねというわけでですね、まあ、今回ゼミのです、ねまあ、僕の結論としてはネットばかり見てると脳みそ筋肉は萎縮すると徐々に萎縮するとまあ、言っちゃえば糖質型の食事みたいな問題ね俺も人のことはあんまり言えないんだけどでネット7に対して読書3ぐらいの割合っていうのが実は体にいいんじゃないのかと本ばっかり読んでてネット見ないというのもまあバカみたいだと思うし だからといってじゃあネットで全て手に入るっていうのもなんかねおやつとかパンとかだけ食べたら大丈夫っていうのは無理な感じがするから今のところは栄養バランス的なって今コメントあったんだけど、もうその通りだよねあの読書というのをタンパク質ぐらいに考えてで本といえば 糖質ゼロにして、タンパク質ばっかりの食事っていうのも、たまにはいいかもわかんないんだけど、現代で生きる僕らにしてみたら無理だから、半々はきついかもわかんないけど、7、3ぐらいにしようと。というような時間で分けて、1日にだいたい1時間ネットを見てるんだったら、30分ぐらい本を読むぐらいがちょうどじゃないかなというふうに思います。えー、で、本の読み方ね。もう今日ね、最初の方でね、あの、マニュアル的な部分を出していくね。えーとね、僕はあの、本当にね、こういう本を ここれもあの,この間買ったんだけども、Kindle でもだ本ってあるんだよね。で、電子本よりはリアル本って考えるんだ。でんでかっていうと読んだらすぐに売ることができるからだ。でこれ今持ってるのはただ単に残ってるからなんだ。電子本って売れないじゃん。で電子本がねあの紙の本に比べて5分の1ぐらいの値段だったら。 別に電子本でもいいと思うんだけどさ、電子本って後で転売することできないから、紙の本を買ってさっさと読んでさっさと売っちゃうのが一番いいと思うんだよね。で、売らないと家の中にどん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 溜まってしまうし、あと電子本ってさっと読みできないんだよ。これあのこの本がたまたまつまんなかったら紙の本の場合、3分の1ぐらいとか四分の一ぐらい読んで、あとは パッパッパッと流し見っていうのは紙の本って割とできるんだけどさ電子本でさなかなかデータなもんだから流し見できないしあとで読もうと思って取っとくじゃんそういう寿命を削ってしまうようなもの,あの自分の心の負債になってしまうようなものってできるだけ持たない方がいいと思うんで僕はもう本は気に入ったら買ってで読み終わったら即売るっていう方式を取ってる読み終わるというのは後でちょっとね説明するねで理想はねもうすべてね立ち読み読破 だよね、あの本屋さんで立ち読みするのが理想の読書だと思う雑誌もです、ね、僕はもうほぼ大体立ち読みしてるで立ち読みがねあの一番頭に入るしそれ以上に欲しいどうしてものものがあれば金払って家に持って帰ってもいいっていうふうに考えるんだけども図書館はあ図書館図書館はね あの貧乏な人が使う場所だから自分で働いて食えるんだったら図書館はね貧乏人のために取っといてあげた方がいいよ。あの自分一人で稼いで食えるような人が図書館使っちゃったらさ貧乏な人ますます困るじゃんなのでそういうところは大人は使わないと思います。<laughs> ええー、ってひでえって偏見偏見なのそうなのえー、ああいうものって俺福祉対象だと思ってたからさ。 <laughs> それよりは、いやいや、だってさっき言った本屋で立ち読みに済ませろという方が、よっぽど俺、正直言って炎上だと思うけどね。<laughs> <laughs> <laughs> そう、貧乏には本を読まないって書いてるんだけど、貧乏してるとどん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 本を読まないスパイラルに入ってきちゃうんで、図書館っていうのはそういう人のためにあるのか、もしくは貧乏学生が資料を調べるためにあるのか、なんだろうな、そういう公共のためにあるもんであってですね、僕らみたいに自分の生活を自分で面倒を見たりですね、もしくは月額500円払ってこの放送を見れる人が、行く場所じゃないと思うんだけどね、どうなんだろうな。 さてさてじゃあその立ち読みの方がいいよ全部立ち読みの方がいいよって言ってる僕の立ち読みのコツっていうのを話してみますねまずタイトルと目次で中身を妄想することあの立ち読みするっていうのはねいちいち全部読んでたらさもう本読めないじゃんなので大体どんな本でもいいんだけども、えー、あこの本気になるなと思ったらタイトル見てで、まあ、帯とかも見てで目次をできれば見て中身を妄想するんだ で妄想して、えー、チェックするために立ち読みすると純粋にチェックでいいんだで妄想してる内容と同じか違うか分かればもうそれでいいからあの読書ってまず数をこなすことが訓練になるからこれもう本当に知的訓練法として喋ってるよ俺はそれが正しい読書かどうかっていうのは話してないし小説の言う方はこういうのではいかんと思うけれども大体の本っていうのはタイトルと目次見れば分かるようにできてるし もしそれが分かんないんだったら自分が知らない世界のことが書いてると思えばいいよ。でタイトルが気になってで、えー、目次見ておたいこんな内容だろうなと思ったら素早くその自分の想像と合ってたかどうかをチェックするために読めばいいでそれにだいたい要するのには5分かかんないと思うんだでその5分間でクリアしたかどうかつまり想像通りだったらクリアだよね でえー、想像と違ってなんか全然わかんなかったりつまんなかったりしたらわかんないとつまんないは違うよね。面白いともわかんないけど今の俺には早いとかさ理解できないっていうやつがわかんない。でそうじゃなくて何書いてるのよくわかるんだけどもこれは俺にはあんまりつまんねえやと思ったらつまんないんだけどとりあえずわかんなかったりつまんなかったりしたら「ボツっていうふうにするんだよ、えー。本を立ち読みするときは、 ボツとクリアと採用とこの3つのカテゴリーがあるんだよ。で本屋さんで本をガーッと立ち読みして「ああなんかこれすまなそうだ」と思ったら「ボツ」。「わかんない」と思っても「ボツ」。で「ああだいたい予想通りだな」と思ったら「クリア」。この「ボツ」と「クリア」の場合はやっぱりそーっと本棚に返すんだよね。で唯一採用になった場合はこれお家にお持ち帰りになるわけだ。お持ち帰りしたら理想はその日のうちに読む。本っていうのは、 買っったそのの日に読むのが一番面白いんだってで買ったその日に読むのが一番最後まで読む率がめちゃくちゃ高いからなので買ったその日に読んだらまあ何がありがたいってブックオフっていうのはあの新刊であればあるほど買い取り価格が高くなってるので <laughs> 買ったその日に読んでもういいと思えたらそのままブックオフに行って売ってしまう。でああなんかこの本気になるなとか。 3年後、5年後にもう一回読みたいなと思ったら、おうちに据え置き決定っていうふうになってる。こんなふうになんか僕は本を考えてるよ。あの、採用したい本はその日のうちに読んで、最大ね、1週間じゃないのかな。で、本を売ることができないっていう人は、もう気持ちわかるよ。僕も本当に本売れない立場からわかるんだけども、それはもう家の中をどれぐらい本で締めるかという話になってきて、本で溢れかえれば溢れかえるほど、その一つの本を 最後まで読み切る可能性って低いんだよね。で俺なんかさもう年取ってきたからさ昔自分が本読んだ本で面白かった本をもう一回なんかわざわざ買ってんだよこの辺のなんか羽賀書店のさロボット文明っていうのさ SF のアンソロジー本なんだけどさすごい面白いんだよねでこういう本って古書店で後で買ったりして結局ダラダラ読んでさ昔読んでた面白かった本を読むっていうのもさやっぱ楽しみとしてあるんだよね。でそれで考えると、 なんかね、新刊書で憧れ本ってあるじゃん。俺もこんな本読めるようになりたいなってやつののこの中で言えばどれだかなあんかさ、まあ、こんなやつだよねなんか「自由はどこまで可能か」とかさ <laughs> そういう賢げなタイトル「日本はなぜきちっと原発を止められないのか」とかさいやこの今の2冊は面白いんだけどもそういう本って憧れ本みたいな側面もあるじゃんついついこういう本を読める私に。 なりたいと思って買っちゃう本っていうのもあるからさ。でもそういう本は結局読まない場合も多いから、憧れて家を持って帰ってきたらそれは何だろうな。すっごい美人の女の子をナンパしてお茶したんだけど、お茶するだけで話題が合いませんでした。さようならみたいなもんでさ、さっさとブックオフにお帰りにもしてもらった方がいいと思うんだけどもね。そこら辺はなんか、うん、背伸びしたくなりません。まあそうだね。簡単そうだけどもなうん。 7つ,の習慣7つの習慣ってさ7つの習慣も俺買ったことあるけどさ読むのにそんな時間かかんないよあの楽しく読むのに時間かかんないっていうのかな <laughs> まあいいやさてさてなのであのまあ最大1週間ぐらいの間に読まなかったらそれはもう本当に売りに行っちゃった方がいいと思う俺結局読まずに言った本って何百冊もあるからねでかなり本を読んでるつもりの僕でもやっぱりあの何百冊も 読まずに近所の読みた屋っていう古本屋に <laughs> 売ることになってしまってるわけだから気にしなくてもいいと思うんだけどもなで本を読む時間を作るコツなんだけどもこれあのあもう本当に15分でやめちゃう場合もあるしさっき言ったわざわざ買って帰った本なんだけども1日置いちちゃゃゃったらさ、興味冷めちゃう場合もあるじゃんで。その場合もう何年間も読まないこともあってそのまま売っちゃうこともあるから。 かける時間はゼロ時間の時もあるし2年ぐらいかかって読むつまり最初の3分の1ぐらい読んであんま面白くなくて2年ぐらい経って自分がなんかちょっと成長してその本が面白く読めるようになったっていうのもあるからさそれはもうバラバラだよで本を一つ読めなかったからといって劣等感とかさ敗北感に 負けることなく <laughs> あのもうそれはもうんだろうな本を選ぶっていうのはナンパみたいなもんだと思ってナンパしでも何でもないんだけどさ <laughs> ナンパみたいなもんだと思って片ふらかしからいいなと思ったやつはどん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 立ち読みしてダメだったらパーッと置いていくっていうなんだあのお見合いパーティーみたいなもんだと思うよ一人10分間のプレゼンタイムがあって一生懸命話して次の人次の人ってぐるぐる回るみたいなものでパッパパッパ読んで。 一番いけないのはなんか家にとりあえず持って帰ってどんどん置いていって読まなきゃ読まなきゃ読まなきゃっていうのが割となんかしんどいパターンだと思うけどね。えー、なので読む時間を作るコツは500円持持っって、て本を冊冊か2冊持ってカフェに行くことだよねで。そうやってもうスマホとか家に置いてきてさ本を読むしかない環境っていうのを1日に1時間とか2時間ぐらい作っちゃって無理やり 読んでしまうのがいいよ。で、それでもうつまんなかったら、そこのカフェを退散して、帰りにブックオフに寄ってしまうのがいいよ。つまり、五百円持って、この本を読もうと思ってカフェに行って。 で、30分や1時間格闘したんだけど面白くならなかった本っていうのはねそれはもう向こう5年間は絶対つまんないからそう5年間家にずっと置いとくぐらいだったら一回ブックオフに放流して気になったらもう一回そのブックオフにあ行ったら大体それってあるからさ <laughs> 吉祥寺のブックオフには俺が放流した本がまだ何冊もあってもう昔の友達と会うような感じで「おお!」とか「お前かちょっと悪いけど買うわ」って言って昔自分が売った本も買ってるからさ。それ キャッチリリースで気にしなくていいと思うんだけどもマリオのゲームオーバーみたいなものでああ、oh, 終わっちゃったっていう感じに近いと思うんですよね。